そう、実はね1ヶ月前から決まってまして、いつ発表されるんやろって私もずっと心配してて、そう聞いたら、その数日前にね発表されすぎたから、そう聞いたんですよマネージャーさんに。だからなかなか返信もらえず、そうやっと、お知らせできました。え、どう？髪型どうですか？これはでもこれから多分明るくなると思います。リーバイス、そう大好きなんでね、リーバイス着てます。うん、髪さっさら、ツヤやばい、可愛いでしょ。若干切った、ちょっと切った、え、2、3センチなのによくわかったね。染めました、似合ってる、嬉しい。みなっぴも久しぶり、いい感じね、久しぶり。みんなアイテムもありがとう。9月30秋葉原にいるんだけど、え、来てよ来てよ、当ててよ。そう、どうしてもそう4周年は絶対に AKB48 メンバーとして迎えたいなっていう気持ちがね強かったので、だって9月とかにさ、あ、もし9月までとかにしちゃったらさ、あと数日じゃんってなるじゃん。そうそうそう、なので、そう、あとずっとね、そう言ってたんですよ私、あの卒業公演、違う卒業発表した時もさ、10月頃卒業しますみたいなお知らせしたじゃないですか。そう、本当は10月14日にやりたくて、そう10月14日にやりたくて、でずっと10月14日にやりたいですってお話ししてたんですけど、そうマネージャーさんとかにもおしゃべり、うん、伝えてた気持ちを。そう、でも K の千秋楽が13日にあって、そうなんかそういうのでなんかめっちゃ説得された日があって、そうこの日しか空いてないですみたいな。それでそういろんな大人の事情でそうなりました。9月30絶対来てね、みんな。うん、そう本当はね、そうもっと早くに絶対お知らせできちゃったと思うんですけどね、今日の朝になっちゃったね。そうみんな来れる？そうね、7月確かに全部来てくれたもんね。え、30日予定ないなら絶対やっててよ。あ、そう配信中にそう連絡あった時あったやんか、あのあと電話が、お電話をもらって、その時にそう日にち決まったので、もう1ヶ月前ですね。そうだから言ったもん、そう1ヶ月前に発表、そうなんでできなかったんですかって言って、そういける、当ててね、当ててね、みんなこのルームの皆さん当ててきてください。当ててきてください。
たるんだろうかって。当たります、きっと当たります、きっと。うん、髪の毛ももう染めちゃいました。なんか暗くなったね。でも明るくなりますよ、これから。サウナが出てる公園行けてないので、ぜひとも当てたい。確かにいつもゆうちゃんロビーとかね、言うもんね。え、今日はね、今はワインレッドみたいな色になってるけど、そうですね、チョコレートブラウンになる予定なんですよ、あの色落ちしたら。あの色落ちも楽しめるというか、劇場公演の日にいい感じの色になりたいなって思ったので、あと10日後ぐらいにあのいい感じの色になるようにお願いしました。でもどうだろう、10日後髪明るくなってるかな、なってることを私は祈りますね。とりあえず今はワインレッドになっててめっちゃいい感じです。綺麗、ツヤ。応募してみんな、絶対に。そう、ラちゃんが出てる公園入ったことないから。え、確かに確かに、夢を応援したが懐かしいって綺麗になったって嬉しい、ありがとう。ねえ、秋葉原来てよ。イエイエイ、いい感じ、楽しみ。そう、うん、そう、なんか卒業発表してからあと5回は公演に出たいって思ってたんですけど、思っちゃったけどね。うん、いつ発表したっけ、12、1、2、3、あと2回足りませんでしたね。20分で開けばいける、最高。うん、応募みんなしてね。もうちょっと行ってほしかったなって、かんちゃんの気持ち伝えられなかったって。うん、ありがとう、そうやって言ってくれるだけでね嬉しい。最初で最後の劇場公演とかって確かに、秋葉原におるなら絶対来てほしい。そう、10月と思ったよね、私も10月って思ってたから。うん、そう、私も10月、そう、10月中ってね、そう、10月頃って言ったよね。そう、そうなんです。うん、なんかちょっと早まっちゃったの申し訳ない。うん、いろんな事情で9月30日になりました。うん、みんな当てて、絶対に。そう、もっと公園ね出たかったね。うん、最後に劇場でそらちゃん見たの7月かもしれんって。そうなんだ、って7月やもん最後に出たの。うん、7月はね3回出たんですよね。そう、そうですね、皆さん笑いの練習始めてください。これもあと10日なので、あと10日しかないですよ皆さん、笑いの練習期間。そうそう、そう、でもそう、卒業公演終わってもあと半月はみんなとあの配信とか
まあ、配信とかになっちゃうんですけど、配信とかね、メールだったりで、あの楽しめると思うので、そうですね、あの、まあ、直接会えるのはそうね、9月30日が最後やけど、 AKB として。でも配信とかではまだショールームも、今から数えると約1ヶ月ぐらいはねできるので、うん、みんな楽しく過ごしましょう。まだ約1ヶ月くらいありますよ。まあ、1ヶ月は切ってますけど、14日まで。でもメールが15日になってましたっけ。チームエイトコンサートぶりやから、うん、卒業会当てて見に来てね、来てください、ぜひ。しまっちさん、ぜひぜひ来てください。11時59分までやったかな。そうね、卒業公演10月やと思ってみんなそう思ってましたよね、やっぱり。そう、来月は仕事できると会社に連絡しとくかなって。そうですね、大好きだって嬉しい。エイトの9周年特別公演で、うん、1巡目に入ってソラノンが目の前に来たの最高だった、嬉しい。こんばんは、髪染めちゃったからさ、配信するか迷ったんですけど、でもあのなんだっけ、あの残りの卒業公演までの期間で配信ゼロなのは寂しいなって、その自身も思ったので配信しちゃいました。当日までシークレットにしたかったんですけど、まあ寂しいよねきっとそう、残り少ないので寂しいなって思ったので配信しちゃいました、お許しください。そう、なんかやっぱさ、あ、髪上げて帽子かぶればよかった。あ、まあ確かに。まあ確かにね。まあでも。そうなの、まだ発表されてないけど大丈夫？どういうこと？発表されてるんですよ。発表されてますよ、ちゃんとね、みんな。今日の朝9時ぐらい、日程としてはまだ発表されてないと、9月30日ですよ、発表されてますよね、発表されてるよね、発表されたよね、うん、されてますよ、9月30日です。みんな発表されてるよね。だってね、
9月30日私そらの9月30日って書いてますもん。だってうん、発表されてますよ。ねえちょっとサッピさん、ねえ発表されたよね。9月じゃない、9時に、そうあの URL 抜けたのでそれ確認してください。 X とインスタNo.2024年9月さん違うよ。10日後ってどういうこと？10日後なんよ。そう私もびっくり。10日後なんですよね。もう10日後。そう。来週の土曜日？そう考えたらやばいね。めっちゃやばいやん。来週の土曜日。そうプレゼントとお手紙の方は10月の31日ハロウィンまでです。ハロウィンナイトまでです。ハロウィンナイトまで。ハロウィンナイトまで。お手紙送るね。嬉しい。待ってる。嬉しいお手紙。皆さんぜひお手紙待ってます。嬉しいみんな。ありがとう。そう、あと10日。え、あと10日？え、本気であと10日？やばくない？普通に。びっくり、今考えて。ありゃ？あと10日ですか、本当に。ん？びっくりだ。びっくりですね。そうみんなとにかく当ててください。手紙は本当に苦手。そんなこと言わずに。AKB48 の私にかけるの最後かもよ。そう。はあ。
髪色いい感じかも。どう？そう、応募するって出しさん、ぜひ来て。確かに最後のお手紙、イケビホテッドとして最後のお手紙、確かにとね、みんな読むので、読むのでぜひ待ってます。確かになんかそうやって言われると寂しくなっちゃうかもしれないね。最後のお見送りなんか面白いのできんかなとか言いながら恥ずかしがってるっちゃろ、きっとね。待ってるよ、うん、リーバイス、そうリーバイス、リーバイス、リーバイスお気に入り。でも目出しが欲しい今。サーノンが当選者リスト作って軍司さんに渡したいって。面白い。手紙10枚なの、さすがに影響もだよね。全然最後までそののうちですって。これからもよろしくね。そう、公演も久しぶり、ね、濃い1年だった。確かに公演の演目まだ発表されちょらんかな。演目とメンバーはまだ気をつけます、気をつけます。そっか、なるほどね。今日も眠そうだね。眠くなっちゃった、眠くなっちゃった、すぐ寝ます。メイクを出してお風呂に入って、ああすぐ寝ます。眠くなっちゃった。最近もうね、この時間になると寝っ転がってます。いい子なので偉いんで。9月30日お仕事、
休んだよ。あと1時間。すご。遅いね。朝何時起きたの？朝はバラバラです。え、昨日だっけ？早起きした。昨日早起きしました。昨日はね、昨日早かったですよ。7時とかに起きてたかもしれない。7時？何時だったっけな。昨日はまだ目覚まし、あ、そう、昨日ね、目覚ましテレビやってましたよ。起きたら。だいたいお昼でしょ。お昼じゃないよ。朝起きてますよ。ね、目覚ましテレビやってた。早いやろ。早起き。11時は朝お昼、ギリギリ。それはめっちゃギリギリの線ですね。私はだいたい9時に起床。9時。サーモンもだいたいそんぐらいかも。8時何分か9時何分か。でもなんか今日ね、1回目6時に目が覚めたので、二度寝したら、そう、ちょっと遅くなりますよね。さの二度寝する癖やめたいです、そろそろ。二度寝するとさ、なんかだるおもにならん？だるおもになるわね。ちょっと熱中症対策しますね。え、二度寝さ、起きた時気分悪くない？気分悪いっていうか、もっと寝たいっていうか、だるおもってなっちゃう。おっと、扇風機です。二度寝治らんの？二度寝治りたい、治したい。ちょっと扇風機大変だね。そう、1回目にね、パッて起きればいいんですけど、1回目はさ、早いんですよ。6時とか。6時はちょっと早い。6時はちょっと早いよ。何しようってなっちゃう。そう。なんかもう7時半ぐらいやったら、まあまあまあってなっちゃうけど、6時はさ、もうちょっと寝かせてって感じ。しかも今日6時にもなってなかった。6時ってさっき言ったけどさ、5時58分とかやった。何度寝までしたことありますね。5くらい。パッて起きる。少し気づくの。そう、含む。二度寝我慢してお昼寝すればいい。したら夜寝れる。お昼寝したらね、どうしてもね、夜寝れないんですよ。それから、ね、困っちゃう。
寝坊しかけたって。サーのお昼寝は夜まで寝てそう。いや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 。サーのね、お昼寝昼じゃないんですよ。なんか超微妙な、なんかね、5時とかに送られるんですよ。5、6時寝ちゃうと、そっから9時とかまで寝ちゃうから、で、起きたらもう寝れないじゃないですか。ピエンって感じなんです。いや、本当にね、本気で、そう、だからもう昼寝どころか夕方、多分ね、そう、お昼の12時とか1時とか2時とかに寝たら、まあ、1時間で起きてるんですよ。ぴったり1時間で起きられちゃうけど、でもね、5時とかに9時起きたら9時とかに寝て、10時とか6時とか7時に寝てもそうね10時とかになってますね。うん、早くお風呂入ってよって怒られる。そう、10時とかに目覚ますと何回も起こしたじゃんって、ごめんって言って、そう食べる前にも眠いんですよね。そうそうそう、そうなのね。ご飯食べる前にはもう眠いから、ご飯準備してる間にもう眠いんですよ。とにかくなんか寝たりとかしてる。いや、全然最近はね、本当最近は頑張ってて、最近は本当に寝ないように頑張ってます。お昼寝してないです最近、絶対お腹減ってても寝る感じ。もう寝たのがすごくない？そう、睡魔が勝ちます。今日は睡魔が勝つ、寝るね。最近本当に寝ませんよ。どんなに寝ても寝ません。今寝たら絶対に長い時間寝て、誰思うになるんやろうなっていうのを考えたら寝れません。お昼ご飯食べたら寝くなるのか。それもあるよね。それもあるよね。それはもうなんか学生の頃とかでそうやね。とかね、給食食べて5、6時間目に寝るみたいな。寝れませんけど、プールの後とかも良かったの。そんな感じ。確かにご飯食べるとなんかでも食べる前にもう眠いです。でも最近はちょっと起きてますよ、夜早く寝れる。あー、寝落ちってやつね。フール見てる最中。なるほど。ピンクのクマさんもありがとう。みんなありがとう。アイテム、
三脚通りでもしたくて羨ましい。体育ね。よく考えたら10月まで AKB だと輪投げに成功しても LINE の交換はできないと。どういうことだよ。めっちゃ面白い。10月まで AKB だと輪投げに成功してもあ、そういうことね。めっちゃ面白い。あ、その日9月30日で終わんないからってこと。そういうこと、ね、そういうことですね。確かに確かに。確かに正解。トップ10すごい。LINE 交換の前にさ、あれやないの、そもそも写真撮るときスマホ持っちゃうんじゃない、うん、アイドルと LINE 交換だからじゃん、うん、でもさ、輪投げするとき、それもアイドルだよ、大丈夫、マジダメですよ、最初から。最初からダメやんか。で、できるわけないでしょ。しません。しませんよ。でも近くでずっとメモ持っててください。そう、SNS 続けたいし。ツイッターとインスタグラム続けたいってお伝えしました。もう持っててない、みんなよろしく、みんなの力が必要、うん、みんなのパワーが必要です。マイゾーの欄に LINE のキュアで誰のか分からなくて絶対せんわ、うん、お疲れ様ごー、タワさん、ありがとう。クワさんか、ありがとう。ダリマさん。ね、普通の力じゃないよ。全然絶対握力落ちたと思う、全然測ってないですけど、握手会やってみたかった、うん、握手会したことあるよ、うん、3回ぐらい、うん、50ってさ、男の子じゃん。違う。なのは最大35です。35、6。え、でもね、左はめっちゃ弱いよ。31とか。でも、もう多分、ない。両方多分左右32ぐらいかな。はぁ、あやちゃん卒業公演来れる？どう？
ね、僕の握力と一緒。本当？でもさ、もうないと思う。もう何年も経っていないよ俺たち。うん、卒業してもサーモンに会えるイベントがあればいいんだね。イベントしたいな。なんでそこまで鍛えてるのって。 S30え、サーモン全然何に鍛えてんの。35だったんだよ。卒業しても密かに応援してます。密かにじゃなく大々と大々的に応援してください。全然密かにじゃなくていいよ。あー、アカウント消えちゃって、やっとログインできてよかった。仕事最後の最後に楽しい。当ててね、みんな。お仕事か、楽しい。密かに応援しようかな。嘘でしょ。なんで密かになるなんで密かになるんですか。密かにじゃなくていいですよ。でも卒業したらね、会えるかもしれないし、あやちゃん待ってるよ、会える日を。私は土線ぶちかまして応援するんで、よろしく。私はこっそり応援するから大丈夫。なんでよ、みんな。なんでですか。みんなこれからもよろしくね。堂々とコールする。ありがとう。卒業後もコールしてくれる。優しい。優しい。私事ですか。今日誕生日です。え？9月20日？ズキーさんと一緒じゃん。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aya-chan. Happy birthday to you. Aya-chan, おめでとう。おめでとう、Aya-chan。卒業後もよろしくね。よかった。お祝いできて。久しぶりにしかも。ね、タイミングぴったりだ。ナイスタイミング、おめでとう。ね、AKB 卒業しちゃうけど最高の1年にしようでしょ。うん、絶対会いたいし、会おう。卒業したらいつかね、なんかイベントとかあったらいいな。そう、卒業公演決まったんです。9月30日土曜日、土曜日なので、皆さん、絶対に来てください。おはようございます、こんにちは、こんばんは。おはようございます、こんにちは、こんばんは。面白い。全然予定ないから行けるとよかった。土曜日だからね。でも遠方の方はね、結構ね、
難しいんだろうなって思うとすごく心苦しいけど、でも最後なので本当に会いに来てほしい。何が何でも会いに来てください。日本にいない。ジョンさん、日本にいない。どこにいるの？はい、日本にいる方、皆さん全員来てください。ああ、宿泊施設もありがとう。今見たら仕事やったけど休みとります。撮って、撮れるもんな、取れるもんなら、一生に一度しかない大切な日なんでね。皆さん、もしよかったら盗んできてください。めっちゃ無理だもんね。そう、当たんないことにはそうね、あれやけど、当たるって信じてるんで。もう空の星にしてくださってますか？バイト全部休みにしてしまった。わお。当たったら宿も取らないと。当たったら取るの？遅いね。でもね、そんな方もいるよ。あ、押し設定してる。やった。あやちゃん、ありがとう。だるまさん、お誕生日なのでありがとうね。マサッピさん、ボケるの上手ですね。本当にもう本当に上手。今聞いたってやっほー。うん、確かに当たったら当たったでね、嬉しいとともにね、そう悲しいだろうけど、確かに当たらんやったらめっちゃ寂しい。恥ずかしがり屋の方がスッと言っちゃった。嬉しい。卒婚10月くらいだと嘘しそうだよね。私も10月って最初そう言ってたから、そうなんですよ。ごめんね、みんな。でも10月中旬までは AKB48 なので、当たんなかったら1週間旅に出る。ちょっと悲しいって。みんなあのビンゴじゃない、ビンゴの運もそうですし、あの輪投げ、輪投げもね、みんな頑張ってください。頑張ってください。ツーショット撮りましょう。確かに土曜日ね、なかなか夜撮れんよね。確かに確かに確かに、そうやね。で、夜撮れんやったらどうして？チビさん、ヤッホー。東京のお宿、値上がり、お値段上がりすぎててびっくり。なんで？シルバーウィークじゃないもんね、もう。満喫に泊まり、お。じゃあ満喫、どうですか、わさびさん。物価の上昇食べたのに、いや公園のベンチちょっとなんか
どっか行きなよ、どっか行きなよ。沼津？AKB にいるうちにお誕生日応援してもらってよかった。あ、え、でもさ、1回目はないよね、あやちゃん。2回ぐらいお祝いできんかった後。今日お給料入ったんだけど、うん、先月頑張ってたからごっそり入ってたので、わなぎはやる気しかないって。かわいい。公園当ててね。東京駅のベンチ、東京駅のベンチ高級そう。なんとなく4年2、3回目だよね。そうね、ね、嬉しい。なんか毎年ね、毎年お祝いできてるよね、嬉しい。あと 10% だった。過去一、なになに、1ヶ月でこんなにって感じ。絶対当てなきゃって、うん、当てて。さあちゃん、僕の誕生日覚えやすい。え、どういうこと？覚えやすいからね、覚えやすいからね。8月ってこと？7月？ 8 月？公演終わりに公演でってなんか響きよくない？あ、いいかも。なんか綺麗な公演でね。瞬間立ち会えたんだから、卒業する時も立ち会います。はい、ポジティブにいきます。そうですね、皆さんポジティブに来てください。ブーンって大人に。それはなんかさ、 iPhone 12 Pro で配信するとさ、高音注意報見られたよね。そう、だからハンディファンつけて、iPhone 15、 そういうのがさ、使うべきやね、それね。 iPhone 15 欲しい。 iPhone 15 欲しいですね、ちょうだい。超無理なお願い。私とりあえず予約した。おっと、サウンドの数字ですもんね。耳がおかしくなって。違うよ、あれもめっちゃ値段上がってるんだって。10何万ですか。こんばんは。扇風機の音、草刈り機音に似てる。え、こんな音やっけ。確かに似てるかも。一番いいのが20万円台高っ。スマホってそんな高いんですか。すごいね、高級。え、もうなんかパソコンみたいな。
ペラ機に聞こえます。あ、そうですね、今から離陸します。海外の、パソコンでも MacBook ぐらいの、プロペラ機の中にいるみたい。あ、いいじゃないですか。アテンションプリーズ。確かに、なんとかいかんね。確かになかなか帰れない。確かにそういうのあるよね。まだシートベルトが、ね、お客様、うん、12 Pro なので、結構使ってますよ。いやでも2年くらいかな。12 Pro 2年くらいやない、8の途中やった。8の途中で、8で活動してる途中に、そう、契約して、そう、あの動画とかさ、レッスンのダンス動画とかめっちゃ、あの、なんだっけ、容量いるから、本当はなんか小さい数字のギガでよかったけど、でもなんかそういう動画の保存すること考えたら、なんか容量多い方がいいなって思って、結構大きめのギガ数容量のやつにしてるんですけど、結構使ってますよ。とりあえず予約したけど値段書いてたから、やばい。サーノは12 Pro です。11じゃなくて12 Pro、 画面大きめのやつ一緒？デルプロお揃い。そう、あとなんか今んとこさ、あの画面が割れてるくらいで全然何も不便ないんですよね。あ、でもさ、あの画面が割れてるって言ってもさ、なんかずっと張り替え中なんだけど、張り替えれば全然綺麗な画面なんですけど、張り替えたいな。バキバキに見えるけど画面も割れてないんですよ。あー、ウランちゃん、クメちゃんありがとう。そう、画面っていうのあれが割れてますね。カバー、カバー、画面につけるやつ、フィルム、そう、うん、ガラスフィルムが割れちゃって、落としちゃったんだよね。でも買いあるけど、買い物どっか行きました。1時間結果ありがとう。そろそろかな、終わろうかなって思います。卒業公演の日、大量のガラスフィルム取れたらどうする。え、ありますよ、そこを買います。頑丈なやつにしてみて頑丈なガラスフィルムにしてね。12プロ、12プロだよ、みんな。え、待って、って何？うん、12プロ、12、11じゃなくて12、12です。今日も騒がしくさせてもらいます。どういうこと？50枚届くからね。毎日張り替えれる。え？待って。ウラン
ちゃん、ちょっと待って、ホライちゃん、ウランちゃん、このクマちゃんとは本当に可愛いね。可愛い、可愛すぎる。東京タワーにクマちゃんがあるみたいな感じ。ありがとうね。ということで、ね、皆さんランキングを読んでいこうと思います。どうですか、読んで。どうしてもサラちゃんが好きな、読んでいきますね。13位はマングース、12位はぶっちゃん、ありがとうございます。11位はた、あ、くわさん、11位はくわさん、ありがとうございます。10位はしのたらたまく、そらちゃん大好き、卒業後や絶対当てます、絶対当てて、ありがとう。9位は SVS さん、ありがとうございます。8位はとかちんさん、ありがとうございます。7位はなんともく、そらちゃん神吉大好き、ありがとうございます。6位はそうすいさん、5位ははやぶさ305アットマーク、あ、読めないや、はやぶさありがとう。4位はわさっぴさん、ありがとう。3位はたかまるさん、ありがとう。2位はよし1983さん、ありがとう。そして1位はうらんちゃんでした、ありがとうね、ありがとう。はい、ということで皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そう、みんな絶対当ててくださいね。ねえねえ。
吸ってありがとうございました。それではいきます、せーの、空のじゃんけんじゃんけんぶんうんうんうん、みんなありがとう。はい、ということで皆さんありがとうございました。また配信しようと思うのでその時は見に来てください。とりあえず卒業会は9月30日土曜日です。仕事の方も休みだよって方もみんなみんな、私のね AKB48 としての最後のラストステージ絶対に会いに来てください。待ってます。はい、ということで皆さん今日もね夜遅い時間に見てくれてありがとうございました。まだ1ヶ月ぐらいのあるので、まあ、1ヶ月は切ってるけど、まあ、約1ヶ月ぐらいあるのでその期間を皆さんよろしくお願いします。あとねちょうど25日ぐらいかな、そう25日間ぐらいなので皆さん25日ぐらい切って楽しみましょう。24日ぐらいかな、これ当たるといいな、でね、絶対みんな。はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。バイバーイ、みんなありがとう。